名残惜しい？なら明日8時造園の8本目の木の下でまた待ってるよ。ああ、先ほどの薬湯の温度はちょうど良かったな。ちなみに陶器も適当な温度に達してから焼かれるものなんだぞ。俺には前具の魂の呼吸が聞こえる。今その呼吸が俺の心臓の鼓動と密接につながっているのだ。陶器がうまく焼き上がるかは窯の火加減次第だ。炎の温度については俺が一番知ってるぞ。あんたっていう人はついこの前自分の手をちゃんとケアしなきゃいけないとかなんとか言ってたのに、今は俺に仕事をさせたいっていうのか。途中で大勢の職人に出会ったよ。あんたの言う通り、どの時代でも信仰の火を灯す人がいるようだな。この戦いの難易度はまだ足りないな。これでは8歳の子供でさえ難なくクリアできそうだ。心配は必要ない。貫入が入った陶器にも独特な美しさがあるだろう。もう一度焼き直すだけだ。白地が壊れてしまうような悲しい顔はやめよう。星の数ほどある陶器は天然美をしのぐほど巧みだ。俺の力を持ってその素晴らしさを守るべし。いいだろう。ならお前の力を見せてみろ。何人か追加して俺たちも8戦海を渡るに各々神通を発揮するのようにしてはどうだ。林老元凶から呼び出すとは前具が欲しいのか。なら空想の若であるあんたが俺の試練を乗り越えられるかどうか見てみようか。前具作りを学びたいと言ってたじゃないか。ほら、材料は全部用意してやったぞ。あんたが力仕事、いや、手伝ってくれるのを待ってたんだ。朝焼けの火色のごとき。この最高色の陶器を見てごらん。空の果ての朝焼けよりも、目を引きつけるだろう。もう寝るのか？部屋にサプライズを用意してやったぞ。安心しろ。今回はドアの鍵を8つの9連冠に変えるような簡単なものじゃないさ。文化と創意で考古学を人々に広めるのは実に面白いことだな。俺の林老元凶も負けてられない。どんなイベントを開催しようか。お？この工芸品の制作方法を知りたいのか？頭の箸が好きなのか？茶碗を髪飾りに作り直すこともできるぞ。なんなら作ってあげ、って、断るのが早すぎるんじゃないか。元凶の主である俺の手に保険をかけたいのか？その必要ないだろう。手工芸品を作るのに一番大事なのは、心なんだから。俺の服が好きなのか？この服の工芸技術をすべて説明できるのなら、前具を1セットあげてもいいぞ。俺の作った前具が天候と呼ばれる以上、他人に負けないよう、常に技術を磨き続けなければな。伝承に一番ふさわしい時期はいつなのかって？今すぐ、いつでも、だろ？俺の指導が悪くなかったようだな。あんたには手工芸の才があるよ。そういえば、そろそろ師匠にも孫弟子が必要かもな。よく考えてみると、俺たちはよく似てるな。お互いに、どうしても守らなければならないものがあるところがな。この博物館で一番貴重な宝？俺以外にいないだろう。ほら、こっちに来な。もっとじっくり見たらどうだ。職人の指先の温度は心臓の温度でもある。あんたが触れるたび
俺の心はまるで高温にさらされたかのように、やがてきららかな瑠璃に焼かれ、己の本心まで見られてしまう。